知らないおじさんって招きしている三角公園昼下がり、対する私は現在第二次成長小学6年生。連れて行かれた茂みの中でおじさんズボンに手をかける。黒注意報。私はさっぱり訳がわからずにぽっかり口開け眺めてる。むくぬ少女の純真を逆手にとってやりたい放題。心の傷は治せない。死ねばいいのに性犯罪。